津山事件。昭和13年5月20日17時ごろ、岡山県苫田郡の海洋集落にて大規模な停電が発生した。電力網が脆弱であった当時、住民たちは停電を特に不審に思わず、近隣の電気の管理会社に連絡する者もいなかった。そして集落全体が停電したまま迎えた深夜、惨劇が始まる。海洋集落に住む問い六男という青年が改造猟銃と日本刀を用いて集落の住民を次々と殺害し始めたのだ。夕方から続く停電は犯人の六男が送電線を切断したために発生したものであった。犯行時、六男は学生服に身を包み、額に締めた鉢巻きに懐中電灯2本をくくりつけ、首からナショナルランプを下げるという異常ないでたちであったという。深夜1時40分ごろ、彼はまず自宅で就寝中だった祖母の首をはねて即死させ、それから近隣の住居を1軒ずつ回って住民を次々と殺害していった。約1時間半の間に11軒の家を回って犯行を行った後、彼は隣の集落の一軒家を訪れ、遺書を書くために鉛筆と紙を貸してほしいと申し出た。この家に住む夫婦は六男の異常な姿を見て動けずにいたが、彼らの子供が六男と顔見知りであったため、鉛筆と紙を彼に手渡した。六男はこの子供に、うんと勉強して偉くなれよと声をかけて立ち去ったそうだ。その後、六男は集落から 3.5 キロ離れた荒坂峠の山頂で遺書を書いた後、猟銃で自殺した。最終的に30名が死亡、3名が重軽傷を負い、明治維新以降の犯罪としては、2019年の京都アニメーション放火事件が発生するまで最大の犠牲者数であった。犯行動機について、六男は遺書の中で、自身と関係を持っていたにもかかわらず竹に嫁いだ女性が里帰りしてきたからだ、と述べている。その後の捜査によれば、この件以外にも、六男が集落の住民に対し、恨みを募らせていた様子がうかがえる。大正6年、六男は戸磯家に生まれたが、幼少期に祖父、父、母を相次いで肺結核で亡くしていた。当時は結核感染者が多く出る家を忌み嫌う風潮があり、六男は戸磯家の家督を継ぐことができず、祖父の5歳である義理の祖母に引き取られた。そんな中、六男も尋常高等小学校を卒業後に六膜炎を患い、家に引きこもるようになり、昭和12年には集落から離れるために徴兵検査を受けるも、病気を理由に不合格となった。この頃から、それまで関係を持っていた集落内の女性たちに避けられるようになり、六男は不満を募らせていたそうだ。六男の遺書には、結婚するにはしたが、打つべきを打たず、歌いでも良いものを打った。時の弾みで、ああ祖母にはすみませぬ、誠にすまぬ、2歳の時からの育ての祖母、祖母は殺してはいけないのだけれど、後に残る不憫を考えて、ついああしたことを行った、楽に死ねるようと思ったらあまり惨めなことをした、誠にすみません。病気4年間の社会の冷淡、圧迫には誠に泣いた。親族が少なく愛というものの僕の身にとって少ないにも泣いた。社会も少し身寄りのないもの、結核患者に同情すべきだ。実際弱いのには懲りた、今度は強い強い人に生まれてこよう。実際僕も不幸な人生だった。今度は幸福に生まれてこよう。津山事件は後に、横溝正史の推理小説、八つ墓村のモデルになった事件として知られるようになった。事件から86年が経った現在、海洋集落では今も住民たちが暮らしているが、事件当時を知る者は一人も残っていないという。